せっかく寝静まった頃にもですね、それをされたらパッとね、目が覚めてしまう。はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日ですね、仕事から帰ってきてね、玄関を開けてびっくりしました。なんとですね、我が家のあらゆるものがね、散らかってました。ということでね、まあ泥棒が入ったかのような状態だったんですよね。結果を言うとですね、その結局そのウサギたちがね、ケージのロックを解除してですね、ものすごい器用に、ね、開けてたんですよね。そこら中ね、やりたい放題、食べ散らかし放題。幸いにもですね、ウサギが食べたらいけない野菜とか食べ物はね、全部冷蔵庫にしまってあるので問題なかったんですけれども、ものすごい服がね、着れなくなった服がもうたくさんあります。ということでですね、今日はちょっとね、こうカメラを回し始めたものの、どういう題材にしようか迷ってるところなんですけれども、常にまあウサギを飼うときは、ね、心に余裕を持って、感情的にならないっていうところがね、大切っていう話をしようかなと思います。ね、もう飼育歴長い方はね、いろんな経験を積んで、ね、もう知ってることだと思うんですけどね、人間にとってね、いくら大切なものだったとしても、ね、ウサギにとってはね、関係ないんですよね。何でも、ね、興味本位でかじったり、ね、その咀嚼して砕けるものであれば、お腹にね、入れてしまう、口からね、お腹に通してしまうね、動作をする生き物です。なのでね、まあ、対策としてはもう二重ロックみたいな形でね、絶対開けれないような作りにね、変えます。それとともにですね、平安保の時にですね、見張ってても、もうとっさの一瞬のね、こう、気の緩みというかですね、一瞬目を離しただけで食べてはいけないものもね、もちろん、ね、たくさん、人間との共同生活ではあると思うので、そのあたりもね、しっかり管理をね、強化していこうと思います。そうですね、やっぱり、こう、今までね、4年ぐらい飼育してきて、ね、ちょっと題材変えます。ウサギを飼育してて、普段はね、もちろん日常的には可愛くて、ね、本当に出会えてよかったって思うんですけど、もちろんね、人間ですから、うわーやられたとかですね、こう、少なからずね、頭に来ることがあるんですよね。そういう、まあ、あるあるかどうかわからないんですけど、僕が今までね、体験してきた、そういう出来事をですね、共有したいと思います。で、まあ、これから飼育しようかなとかですね、まだ飼育歴浅い方ね、もしかしたら同じことをね、経験するかもしれないので、それをね、頭に踏まえた上で、これからの、まあ、飼育する上でね、ああ、こういうことか、ってね、こう心の準備でもあればね、絶対違うと思いますので、よければ参考にしてください。はい、まず一つ目がですね、過去動画でね、取り上げたんですけれども、我が家のね、ウサギたちが壊したもの総額いくらとかですね、高額ランキングみたいな、壊したもの高額ランキングみたいなのを出したんですけど、目を離したり、外出中にケージから脱走してしまった、フェンスから脱走してしまった場合はね、もうそこからもうね、基本的にもう、想像を絶するぐらいにね、短時間でこんなに散らかすかっていうぐらい部屋中をね、かき回すので、そういうところですよね。で、これはね、もちろん全部動物を飼う上ではね、何が起こっても飼い主にも責任なので、それはね、もう怒りとかね、そういうのではなくてね、このウサギたちに対する怒りではなく、を向けるのではなく、ね、自分自身ね、対して、まあ、怒るって言ったら悪い、おかしいですけどね。まずはまあ、部屋中をね、確認して、破損してるものを確認して、で、それよりもですね、破損してるものがもし飲み込んでたら、まずいものだった場合は、ね、体調チェックですね。今回はね、まあ、服をこうバラバラにこう畳んでたのをね、散らばして、おしっこをしただけで済んでたんですけれども、ね、そういう確認が必要だと思います。はい、そして二つ目がですね、これね、一緒の部屋で、ね、お休み、寝室と、飼育部屋が一緒だった場合なんですけれども、夜の方がね、活発な傾向にあります。なので、ケージをね、噛んで、こう、揺すって、ガシャガシャ金属音をね、鳴らしたり、
あとはね、足段っていうんですけどね、すのこでもね、何でも床をダーンと蹴ってね、自己主張します。その音がね、だいぶ昔ですね、YouTube もっと始めるもっと前には、あんまりね、今から思えば良くないんですけど、金網状の、細かい金網状のすのこだったんですね。そのケージで飼ってた時は、ものすごいガシャーンとね、音が響いて、もうね、せっかく寝静まった頃にもですね、それをされたら、パッとね、目が覚めてしまう、そういうことがありました。二つ目は音ですね。生活音、ウサギの生活音かな。そういうところがね、こう、分かっちゃいてもイラッとするときはあります。そして三つ目がですね、単独飼育でもね、そうなんですけどね、多頭飼育になるともっと回数が増えると思うんですよね。このスプレー行動というかですね、片方がマウンティングしようとしたらそれを押しのけて、ピシャーとおしっこをね、こう振りまくんですよね。それがですね、もう、ちょっとね、汚い話になるんですけど、口を開けて気持ちよくね、寝てた中にね、おしっこが入ってもう飛び起きたことがあります。それがね、結構、まあ、イラッとするというかですね、とにかくびっくりしました。で、慣れた頃にはね、ちょっと軽くイラッとします。で、それもね、理解した上で、そうですね、対策としてはね、また今度ね、その当時、今も落ち着いてほとんどない、まあ一回あったかな、一週間前一回あってね、飛び起きたんですけど、もう慣れたなっていう感じですね。それの対策、今やってないんですけどね、対策法も後日、動画でね、いろいろとお話ししようと思います。よければね、またチェックしてください。あとはですね、まあ、動物全部そうだと思うんですけどね、犬猫とかよりも特にね、四つ目、これはですね、例えば爪切りも、やっぱね、草食動物っていうところもあるんですよね。で、あとは、基本的にね、抱っこはあんまり好きじゃないんですよね、ネザーランドは特にね。まあもちろん個体差はあるんですけど、こう爪切りなんかね、こう、パチンと切る瞬間にね、めちゃくちゃ暴れます。やばいって思うんでしょうね、本能的に。それでまあ、こんな感じでね、大怪我じゃないな、軽い、ちょっと跡が残るような消えない傷を負ったりします。であとはね、こう撫でたり、今はないんですけどね、撫でたりしようとしたら、手を差し出しただけでね、こう噛んできたりします。それはね、まあどうしても瞬間的にね、イラッとする瞬間ではありますね。その噛まれた時だけですね。はい、というところでですね、以上4点ですね。ウサギを飼育しててイラッとする瞬間、あるあるかな、もしね、共感できないよとかね。あとは、ちょっと、ごめんなさい。個人的にね、今、かなり怒ってはないんですけどね、これから部屋全体を掃除しないといけないなって思ったら、先が思いやられて疲れてるんでね、頭があんまり回ってないので、他にね、ちょっと思い浮かばないことがあるかもしれないですけど、よかったらね、コメント欄で、この瞬間ね、分かっちゃいるけどイラッとしますよとかあれば、ぜひともね、書いてください。まあ、一つ目が、まあ、いろいろ物を壊される瞬間。二つ目が、音ですね。こう、騒音問題。ね。まあ、一言でまとめるとそうですね。で、三つ目が、こう、スプレー行動で、こう、ね、何かしら大切な服とかあったらね、大変ですよね。ちなみについ最近は毛布がね、おしっこだらけ、スプレーでね、外で寝てる僕の毛布、プラス口を開けて寝てる僕の口の中に入ってきましたね。が、おしっこで汚されました。はい、それが三つ目。で、四つ目が、こう、噛まれたり、攻撃を受けた時ですね。はい。ということでね、まあ、簡単にまとめたんですけれども、ここからは、まあ、それを踏まえた上でね、心構え、気持ちの持ち方というところ、人間じゃないのでね、しつけるとかそういう叩いたり怒ったり怒鳴りつけたり叱りつけたりっていうのはね、全く意味を持ちません。逆にね、もう逆効果、ウサギとの距離が遠くなって余計反発してね、噛んできたり引っかいてきたりどうしてもする傾向にあるようですね。本当にね、初心者の頃心構え心づもりがなくて、犬みたいにね、こらって言ったらね、余計噛まれるようになりました。で、やっぱりね、同じ生き物だけど、全く別物なので、まあ、そのあたり、こう、広い心で受け止めて、まずはね、
うさぎの心配を第一にしてあげる。何事もね、何があった時もうさぎのことを第一に心配してあげる。そういうことがね、大事だと思います。ね、こうやっていい顔して食べてる。この音、表情、仕草。ね、これね、もう、このいい顔を見てね、もう今疲れが飛びました。ね、明日からも頑張れると思います。で、そのプラスの方がね、どうしても高い、あの、プラスの要素の方がね、強い、好きで飼ってるもんですからね、っていうのがあるので、こう、一瞬ね、イラッとするっていうのはね、我慢しましょうというところですね。はい、そしてね、今回動画のために、先日はね、イタリアンライグラスを植えて、種も余ってました。そして、オーツヘイ、オーツ麦の種、お皿に容器に入れてね、植えるその鉢植えの手配をね、今してるところでした。それがね、食べられました。オーツヘイはね、麦はね、まあ、種はね、量はあんま上げちゃいけないけど、おやつとして売られてるぐらいなんでね、害はないと思うんですけどね。また新たに買い出しに行って、追加でね、植えていきます。で、ここでね、ちょっとしたご報告なんですけど、先日の動画でね、植えてるところ、これから飼育日記始めます、栽培日記始めますって言ったね、牧草、芽が出ました。昨日の夜ぐらいかな。で、これもね、撮影をしていって、経過報告して、そしてね、最終的には美味しくこの子たちがね、食べてくれるところもお届けします。はい。というところで、またね、今後も嫌なことも含めて、いいこともね、もちろん皆さんにね、このウサギと暮らすということはどういうことか。でもね、まあ我が家のあくまでも、ね、多頭飼育、5羽飼ってるね、家庭のまあ一例ではあるんですけれども、お話をね、動画で共有していきたいと思いますので、ぜひとも気になる方はチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。そうだ、マルキチ君のオリジナルグッズをね、今、注文して、まあ、もし欲しい人がいらっしゃったらね、オリジナルグッズのリンク、ショップのリンク、概要欄に貼ってあるので、見てみてください。あれは、ね、販売するためじゃなくてね、視聴者さんに、自分が欲しい、ゆくゆく欲しいなと思うものをデザインを作って、それでグッズ化してます。で、一つ注文してます。また届いたらね、ハンカチ注文してます。で、ハンカチとして使うんじゃなくて、とあることのためにね、作ったので、またそれもね、動画で報告します。はい、すいません、長くなりましたが、以上です。またお会いしましょう。さよなら。